味噌煮さん飲まないですか？え？これ。あ、じゃあちょっとそこに出して、しっかり忘れちゃいそう。しっかり忘れちゃいそう。どうしよう。結構でも確かに強いような気が、原液みたいな。甘い。甘い。ちょっとリキュール系入ってみます。甘いな。あ、まだあります。大丈夫ですか？これいい。いいですか、まずは。あ、はい。できたの。はいはい、今ツイートしたの、はい、ツイートしました。し合う明確なのってなんかあんまないな、知識がないんだけど、なんかすごいそれがへえってなんかあんまりまだよくわからない。電子音楽系だとサンプリング派とあとシンセシス派が一応いますけど、まあでもその両方やるよね。やっちゃうし、結局シンセスしたものをサンプリングしちゃって使わないと技術的に無理だったっていうのがやっぱりあるから、そうなんだ。思考的には抗いたくても、結果はまあそうなっちゃった。そうなっちゃいますよね。でもだからそう思うと、でも思考的に抗いたいっていうのがある人とない人というんだろうし、シェフェールの方だったりすると最初からサンプリングしかないので、思考的に抗うも何もないですまあ、今ので言うとシンセシスが超常の方で、そうそうそう、でサンプリングの方が創造の方なんですよ。なんか 今の時代でも創造と創造は割と対立してる感じがあるんですけど、現代とか今の時代から見るとサンプリングとシンセシスそんなに対立してるかなっていう感じがあって。
的にまだそこにすごい割れ目があるっていうのが。そうなんですよ。なので、ね、この二項対立の話をすると、すごく、そうそうっていう人と、何言ってるの？こう、そう世代のいったおじさん何言ってるのみたいな感じで言われることもあって、そっちだと、いや、だって自分は普通にフォトショップもイラストレーターも使った。普通でイラストレーターとフォトショップも使った。フォトショップが、相続の方で、イラストレーターが、ビクターですから、彫像の方なんですけど、なので、イラストレーターもフォトショップも普通に両方いっぱいガシガシ使うし、みたいなような人もいて、でそういう人が、何言ってんのおじさんみたいな感じで。若干そう感じたのかわかんない。これ困ったな、みたいな思うこともあるときに、なので僕ずっと一人でそうだったんだけど、そういう時に鈴木さんがすごい、そうそうって入ってきて、ああよかった、僕だけじゃなかったって感じで、鈴木さんにとても感謝しています。先ほど言ってた、粘土派と彫刻派。あ、そうなんだ。インスタレーションとか、ちょっと考えたら想像に近いのかなって、話したり構成するとかだから、あんまりその人に書かれてはいるんですけど、なんか言ってるような気がします。インスタレーションについて、じゃあ今ちょっと一言だけ補足すると、あるいは彫像と塑像について一言だけちょっと補足すると、さっき一瞬出てきた流れしたところとか、彫像と塑像の間にコラージュという次元があって、で、そこが入ってくるのと全然違うんです。で、それがインスタレーションはコラージュ段階に当たるものが結構あって、でそのコラージュはね、塑像のやり方、原子論的なやり方でもうまく説明できず、あとそれからイデア論的なやり方でも説明できず、でイデア論と原子論の両者が適当に合わさるような、あるいは同居する、同居するというような感じで、同居の美学みたいな感じでできているものです。なのでさっき読まなかったところで言うと、流れ正幸の、割れ肌というのは、イデア論的には絶対ダメなもの。ダメなものをわざと同居させてる、だからインスタレーション的なことが起きてる、あるいはコラージュ的なことが起きてるというようなことで、でさっき音楽の話で出てきてますけど、音楽の話で非常に典型的なのは和製法と大砲なんですよ。で大砲 の、 原点はグレゴリウス聖歌 で、 それが単線ですね。ミケランジェロの彫刻は単体大理石の無彩色彫刻みたいなものなんです。でそれはグレゴリウス聖歌がなぜ単体なのかというと、それは神の声は、一神教の世界なんです。神の声は一声でなければいけない。二本あったり三本あったりすると、二枚時代になってしまう。なので、ポリフォニー自体がとても批判的なものだったわけなんですけど、だからもともとはモノフォニーに対して和製法の二つがあるので、その中間時点としてポリフォニーがあって、でポリフォニーが教会音楽として許可されたのがルネサンス時代なんです。だからルネサンス時代は大きな認識の変化があったわけなんですけど、ただそのルネス、ポリフォニーも、グレゴリウス聖歌も合わせて大砲の部分で、それに対して和製法っていうのはまた違った状態。和製法というのは音がもうビットマップ的にたくさん同時に鳴り響くというようなことで、
それに対してポリフォニー、さらには単旋律が明確なメロディー、一本の旋律があって、その旋律自体が形である、神の声に等しく一つのイデアである、そういうような考え方。なんかその多世っていうか、音楽が世俗からの方がより発展したっていうのが、全然違いますけど、その世俗っていうよりかは遊び感覚だから、ビットマップとベッターごっちゃ混ぜに使ったりする、そのなんか現代の若者の感じとかに、なんかなんとなく近い感じ。あ、そうですね。結局あのビットマップとベクターをもうさらに混ぜ合わせて、さらにリミックスする、まあ、そういった感じがもう現代はありますけれども、まあ、元々は両方はそれぞれの美学として純粋を保ってた。美味しいから。つるっとしてます。右側つるっとしてます。そうです。それはすごく中田さんのようにそういう自己対立的に考えるというのを意識の方向性としてはっきりしてる。あ、そうです、つるっとした方が純粋なものを、すごくこちらの方が雑多な。そうですね、そうだと思います、ね、その通りですよね。でそれは、まあ、どっちがそのリアリティを感じるかっていうふうな。そうですね、どっちが説得力を持つかっていうですね。そうですね、それが美学の対立なんじゃないですか、だからつるっとしたものに説得力を感じる美学って当然あっていますし、それとともに混沌としたものにこそが芸術だみたいにいう美学もあるんです。でその2つの美学は相入れなくていいと思ってます、あるいはその両者をさらに俯瞰する立場からのものもあったりとかするんですけど、とりあえずその2つをする拮抗する美学、関係がないことにはそれが見えなかったりする。そうですね、そうだね。純粋に切り離してこっちだけで独立して存在してるかと言ったらそうだ。あ、そうなんですよ。こういう色彩と形態みたいな形に言うと、じゃあ形態がなくて色彩だけある絵画なんてないわけですよね。あとそれから形態だけあって色彩がない絵画っていうのもないわけですね。白黒だって結構色彩なので。ね、例えばベネツィア派、フィレンツェ派とか行って、ベネツィア派の絵画行って、もう形はあるでフィレンツェ派行ったって色があるみたいな、全然なるんで、なんだっていうことになるんですけど、まあ、僕としてはですね、どういう比喩で説明してるかというと、それは、一本の磁石のようなもので、一本の磁石から N 極だけ、S 極だけを取り出すことはできない。N 極を取り出そうとした瞬間にまた切ったらまた N と S ができちゃうんですよ、ね。まあ、そういったようにどっちかを取り出すことはできないけれども、磁石全体として考えるとこっちが N でこっちが S だということはできるというふうに考えると、ルネサンス芸術という一本の磁石を考えた時に、色彩寄りの極と形態寄りの極を考えることができるというようなふうにイメージしています。さっきのムダンの未完成っていうのにこだわってるっていうのは、なんかよくわかるというか感覚的に、そこを読もうというところからしますじゃあそこを読み始めます。もう一回、これです。これの中に、入っている、ロダンの部分がここはね、ミケランジェロの他のページも一緒に見るだけ見ようかな。これがシスティーナ礼拝堂の一番奥に最後の段差があって、この上のところに天地創造アダムのものなどがあるというのがこれがシスティーナ礼拝堂である。で、これが、さっき見たやつですね。で、次これ、これはブラマンテの
建築のことを述べていて、そのブラマンテの建築の後に、ミケランジェロも建築をやったなどということがあれどこなのか、まあ、これはミケランジェロの建築であり、まあ、当時あの建築家と彫刻家と画家は全部同じ人がやるというものだったので、こんなような話も出てきて、で最後ミケランジェロの話で締めくくった後、ここから先がラファエロの話になっているところで、まあ、この教科書における、ミケランジェロの記述が終わるというところが全部一応スキャンしてしまっております。でそこから飛んでですね、これが179ページから202ページまでなんですけど、そこから飛んで305ページ6ページのところをちょっと見てみましょう。まあ、これがロダンですね。マネが新しい画法を試み出した1860年代には彫刻の世界にも絵画と同様の新しい傾向が見られるようになった。芸術のための芸術の方向に彫刻を導いたのはベルニーニ以来の天才と言われるオーギュスト・ロダンである。ロダンの将来は出品しようとした最初の作品「花かけの男」にすでに明らかである。よくあることだが、これは拒絶されたと「花かけの男」350これらしい、こいつにすでに明らかだ、まあ、確かにルネサンス的な端正な美ではなさそうということですけれども、このシワの寄った力強い青銅の表面は光を反映して絶えず変化するパターンを作り出す。この効果は印象派の絵画から借りたのだろうか。そうではない。この頃には印象主義絵画はまだ現れていなかった。さらにフォルムも解体されていない。どのような条件下でこの作品を見ても荒々しく肉付けされた形態には彫刻的エネルギーが脈打っている。捉えがたい視覚的効果を捉えることがロダンの目的とするところではなかった。ロウや粘土で肉付けすることによって芸術的イメージの成長の過程、芸術家の手によって死せるものに生命が蘇るという奇跡を強調しようとしたのである。まあ、結局ミケランジェロもね、ロダンも生命を自分で作り出そうとしている、なんかアンドロイドみたいな感じ。でロダンがフォルムを作り上げる天性に富む改良はマネやモネにとっての正式面と同じく、この正式面というのは結局筆跡みたい、筆跡の強調みたいなようなことですけれども、ビットマップ的なものですけど、まあ、彼の第一義的な現実であった。印象派の絵画と同じく花かけの男もまた未完の作品である。未完が出る。ロダンは未完であることが芸術的創造における重大な原理であると考えていた。この原理は花かけの男の表面ばかりではなく作品の継承全体をも支配している。なぜならこの作品は胸像ではなく首のところで折られた断片であるからである。断片が統一体なのである。1860年代にわずか24歳のロダンが大胆にも宣言した彫刻革命は、1870年代になって彼がパリ工芸美術館の玄関の制作を委託されるに及んで、翻訳でしょうがないですけど考えてきますね、及んでなん盛り上がりに達した。飛ばした。飛ばした。なんとかに達する。後で見てみましょう。あ、まあ、今見てみようか。全盛に達したですね。全盛に達した。この仕事のための計画、地獄の門はついに未完成に終わったが、そのために作られた数多くの部分は後になってそれぞれ独立の作品となる。中でも最も有名なのが考える人である。この像はもともと入り口の上に置かれて眼下に広がる苦悩の海を見下ろすはずであった。そこには鼻かけの男のダイナミックな表面の模様にミケランジェロの超人的な肉体の持つ
鬱積し閉じ込められたエネルギーとピュージュの理論の緊張が加わっている。この辺ちょっと分かんないですか。考える人は何者なのか。ロダンは懸命にもそれを明確にしていない。しかしカルボが裸体を装った裸像を制作に従いに対して考えていたミケランジェロの裸像と同じく本質的な裸像であるロダンの考えていた新しい人間像の中では形態のそれの持つ意味とは不可分だったのである。ここのところね、僕あんまり記述がよくわかんないままなんですけど、まあ、ちょっと読み上げました。で、もうちょっとロダンについて、わかるのはこちらですね、武蔵野美術、これは武蔵野美術大学が出している、雑誌なんですけど、この中にですね、ミケランジェロの彫刻、これは今回読みません。これはむしろダビデよりも後のものについての謎について書いてるので、今日のちょっと趣旨と違う。で、このロダンのモダニーですね、こちらを今日読もうと思いますね。まあ、全体の特殊、彫刻とは何か、とても今回テーマに即してやってくださっているようです。では、読んでみましょう。ロダンのモダニティ。これもね、途中からちょっと趣旨がずれるので途中までしか読まないんですけど、筆者の務める静岡県立美術館では、この筆者というのは下山はじめさんです。平成6年3月にロダンウィングを開設し、ロダン以前の19世紀フランス彫刻6点とロダン以後の人体彫刻の展開を示す13点を体系的に配しながら、その中核にロダンの彫刻32点を常陳している。6体目の地獄の門を中心として、その関連作、モニュメント、肖像、カレーの市民群などがモチーフ別に展示されており、作品は柱のない高層な空間内にトップライトの自然光を浴び、また高低差のあるフロアによって様々なレベルと角度からの鑑賞が可能となっている。東館以外の地獄の門、中蔵順に記すのは東京、フィラデルフィア、パリ、チューリヒ、スタンフォード大学にあるということなんです、ね。まあ、要するにですね、粘土で作った作品は最終的な形態が鋳造して得られるブロンズなので、オリジナルがいくつもあるという状態になるわけですね。どれが本物ではないとかっていうことはないわけですね、というような時代なんです。なので粘土で作るやり方はね、本来三次元に向いてない。なのでミケランジェロの方が三次元の本来の姿だというアナログ自体の間違った認識みたいな話に一応なるわけですけども、まあそうです。地獄の門は全て地面から見上げて鑑賞するほかなく、多くの視覚を含まざるを得ないということで、要するに東館、この静岡県立美術館のことを今自慢しているということですね。また当館の彼の市民単身像6点についていれば、最終的に完成された群像の前段階はなしとはいえ、謎を見てもらうのか。かえってロダンの作品と放送をよく未読する機会となっていよう。でここで単身とか群像とか出てるんですけど、結局単体像と群像、そして最後はどんどん混沌としていくわけなんですけど、ロダンの代表作、彼の市民も群像ですね。あと地獄の門も全部が混沌として一体化したものであって、単体としてよりも混沌として全体があるみたいな方に本文があるということです。でかつて彫刻家の高田博勝さんという突出した昭和6年にこの群像あまりに煩雑だと感じ、それらを切り離して立たせたならばどのくらい素晴らしいか、あれ読めない。続
隙がなくなってる。どのくらい、あ、ここに書いてある。ここにある。素晴らしいかというようなことを、この人は言ってたわけなのですが、それは何とかであるというわけで、なんかよくわからないから。まあ、とにかく、煩雑だと感じる人もいると。で、個々に切り離した方がわかるのにっていう見方をする人もいるので、ある。ということなんですけど、まあ、これ高さ6メートル余りのこの作品が、真に近代彫刻の傑作であるか否かは未だに判断の分かれるところだ。たとえ、バーゼルの新古典主義の彫刻家、カール・ブルックハルトは、逆幕激流、墜落、消灯、不動、これは今日の株価ですかね。なるほど。どこにも構造的な提唱を持たず、ただ絵画的な関連を持つのみと批判している。これ批判の対象になっているんです ね, これというね。裏返すは、これはロダンの表現主義的作風への賛辞ともなり得る。要するに逆幕激流が素晴らしいと、墜落が素晴らしいと、こういう言い方もできるのではないかということもちょっと言ってる。ただそうした視覚印象よりも、門の制作構造の内部、これ地獄の門をもう門と略すことで決めたみたいですよね。の制作構造の内部へと目を移そう。主要な作品が生成する母体となった門にこそロダン固有の作品コンセプトが隠れているに違いない。ということで、ロダンの制作コンセプト。地獄の門は1880年7月美術局次官のエドモンド・チュルケにより新設予定の装飾美術館の門扉として3年以内8000フランの条件で発注された。当時半ば無名であったロダンは喜んでこの注文を受け、初めはフレンツェ聖霊堂のディベルティ作る天国の門をヒントに制作をに勤しむが、やがて発注者の一方と作者のそれとが大きく離れることになり、ロダンは前払いされた金を返却し、皆さん大変ですよね。リムは1917年に没収するまで門の完成に没頭することになる。1900年のパリ万博に火災してアルマ広場でロダンの個展が開催され、今日ムードに主導されている表面に人造が十分配置されていない石膏原型が初めて公開された。だがその後は目立った進捗がなく、これを危ぶんだリクタンブル美術館長、ベネディットがもはや手の利かぬロダンを励まし、約8ヶ月を要して今日見られるような門を完成したのだと伝えられる。したがって我々が今に見る地獄の門というものは果たして大丈夫なのだろうかということがここに書かれているのだろうか。ここですね。読めるかな。なんとかかんとかで、あ、うん、再起動が必要ですね。今しなくていい。そうとしても私たちはこの門を なんとかに、少なくとも次のようになロダンの作品に関わる二様のコンセプトを摘出できるのではあるまいか。二つ述べられている。ここに第一、ここに第二。第一、まず第一、地獄の門は多数のトルソの集積からなっている。私たちはそのところどころに地獄界の暗い運命に飲み込まれた食材者たち、この地獄っていうのもイデア界の対極ですね。今、手や足や胴体といった人体の断片を認めることができる。だがそればかりではない。地獄の門自体が実は巨大なトルソなのである。それは本来付属すべき消息美術館を失い、かつそこに表現された作品群はむしろ門を離れて絶えず自立し続ける。こうして門の本体は恒常的に廃墟化、トルソー化されていったのだ。だがロダンは言っている。美しいものよりももっと美しいのは美しいものの廃墟である、ということで、ね、示唆的な言葉。次、第2に、門は
アッサンブラージュの巨大な集合体である。アッサンブラージュってことは、いろいろ集積した、まあ、コラージュの巨大なようなものみたいなことを言う、まあ、美術用語ですね。アッサンブラージュの巨大な集合体である。例えばティンパンヌム、なんだこれ、ティンパヌム、どっかにあるんですか、左上の反り返った女体、これですかね、まあ右扉下方の宝刀息子モチーフと合体され、フギットアモールとして、これもちょっとわからないですね、右扉中央と右下に2度登場している。同様にティンパンヌム中央の考える人の左に位置するうずくまる女は、右柱の周到家で頑強な背の男、この男の背はポーズを変えて門に差し込んで登場する。ここはあの詳細に見るといろんなことが分かると思うんですね。こことここが対応しているとか、 この人はまたこっちに背中の姿で出ているとか、なんかそういったことを述べているんですね、と合体し、私は美しいに結実するので、これはなんか物語があるんですね。僕は不勉強で知らないんです。ベネディットの、これなんて読むんですかね、死族分かんないによって、裁判でノロダンが門の完成に勤しんだ時、彼はすでに完成された個々の肖像を門に組み込むアッサンブラージュの試みを大いに楽しんだに違いない。かようにトルソー的に切り刻み、アッサンブラージュ的に寄せ集める、ロダンにおける相反的な制作原理はすでに門頂部の3つの影に明瞭に体現されている。ミケランジェロの影響をとどめるアダムのバリエーションである本作が、実に同型3体を合成したアッサンブラージュには行わない。だがついで彼はこの影の等身像から頭部という四肢を切断する当館主導の影のトルソは、全身像のためのより創作ではなかった。その右腰には接着した右腕を剥ぎ取った跡が残っており、トルソという廃墟家の処方こそ抽象にも接するロダンが求めた工事の完成形式だったのである。今日では一般的なトルソー表現は実はロダンの創始になるものであった。トルソー表現というのは要するに、美術室に行くと彫刻がこう腕切られた彫刻とかそういうのがたくさんある。そういうことですよね。その形式というのはロダンが創始になったものだみたいな、そういうことを言っていることなんでしょうか。僕はあまり彫刻のことを知らないので、誰か知らないです、まあ、ロダンのこうした制作原理を詩人のルリケは早くから直感していた。美術家のリヒャルトムにロダン論を依頼されたルリケは、1902年9月にムードのロダン邸を初訪問し、その印象を翌年刊行されたロダン論第1部で次のように要約している。これです。多くのものから一つのものを作り、一つのものの最も小さな部分から一つの世界を作るのが芸術家の任務である。多くのものから一つのもの、一つのものの小さな部分から一つの世界、まあ、どんどん小さく世界を見ていく言い方ですね。ロダン芸術のキーワードとでも言うべきこの規定をルリケとロダンの著者ウルズラン M では、順序は逆ながら次のようにまとめている。その第一は部分に全体を語らせること、第二はさまざまな部分を結び合わせて一つの新しい全体を作り上げること。ここで中澤がですね、最初に言ったですね、ここですね、さまざまな部分を結び合わせて全体となしたというところの、参照ネタがようやく出てきたんですね。この第1は部分に全体化する。第2はさまざまな部分を結び合わせて一つの新しい全体を作る。
で M での言う全体を語る部分がロダンの創始したトルソや断片との自立に関わること、また部分の再構成が意味次元の異なる対象を集結させて新たな表象をもたらすキュビスムのパピエコレアアサンブルアージュの試みに直結することは自明だろう。なるほど、ロダンは19世紀半ばの彫刻不毛の時代に古典古代以来の彫刻師の精髄を孤独に検証して今日につないだ。その考える人のスタイルは紀元前1世紀のアテネの彫刻家アポロニウスのペルベデールのトルソからミケランジェの著作を経由し、フランス古典主義の彫刻家グージョンや1世代前のカルボーまでを検証して得られたものだった。その点でロダンの伝統主義的側面は明らかだが、一方トルソとアサンブラーズ的精神の原理は20世紀の彫刻動向を先取りしたモダニティの基礎付けとして今日の彫刻的風土の資源を示すと言ってよかろうということで、ここは僕としては創造という言葉でですね言ってほしい箇所なんですけど、こういった論が展開されています。で、ここから先の論はちょっと僕の今回の趣旨とあまり関係なくなってくるので、ちょっと今日は紹介は控えますけれども、こういったようなことですね、未完成の部分ですとか、あとそれからすでにできている人体を切ってしまうとか、それをさらに寄せ集めるとか、そういったことは、こういうふうにみんなすでに語られていることで、ということでお分かりいただけましたでしょうか。なんかその、運動状態みたいな。そうですね。集中しているのは。そうですね。なんかそれが、その途中の運動状態であるところにとどめると。完成というのが止まったものみたいな、そこの部分はあんまり両方になかった。さっきの教科書の方に、一応未完成のものこそみたいなものはありましたね。寄せ集める行為自体みたいなところがちょっと要するに物質に直に触れて、物質をここね、くり回っている時の物質自体がリアルで、物質自体を謳歌すると、喜ぶというものだったんじゃないですかね。で、それは、フィレンツェ派ではなくて、ヴェネツィア派の画家のティツィアーノの晩年などに現れているのが、僕の感想としてはそうです。筆跡をあらわにで荒々しく絵を描いていって、そして、鏡のような表面、写真のような絵を描くとすると全くいけないことながら、筆跡あるいは絵の具それ自体が見えることによってそれを作ってる途中のような形です。そうですね、ティツィアーノの晩年の作品とかも最初はこれまだ未完成じゃないので仕上げられてたんですよ。そういうふうに言われたんですけど、そこの未完成性とつながるものですよね。だから完成が何を指すか、完成がすべすべの表面で筆跡みたいなものが一切ない、要するに強奪物がないものと考えるのであれば、未完成という形容が成り立つけれども、しかしながらそうではなくて、筆跡自体あるいは粘土をこねている手跡自体、これが芸術そのものであり目的であるのだと考えれば、それは未完成という言葉ではなくて、それこそが完成という言葉になるというあたりなんですね。なんかデジタル粘土では未完っていう、
ことしなくても生きるっていうのはその内部にアクセスできるっていうこと。そうです。そうです。で、あのデジタルネットでは常にあのソフトウェア上で常に立体スキャンをしてる画面が常に出てるんです。なので見たくなくても立体スキャンでいつも中身に見てる。あとそれからくるくる回して見てたりとかするので、まあ、くるくる回すのは外側の表面しか見えないですね。なので、まあ、立体あのスキャン状態が見えるのと、あとそれから、デジタル粘土で扱うためにはそれぞれのボクセルを別の色に変更したりする、まあ、筆に当たるもの、二次元における筆に当たるもの、これ簡単に物体の中に入ってって一例です。なのでロダンの場合はここで止まっちゃうわけですよ。だけどてか作ってる最中はまだない、完成しちゃうと止まっちゃうわけです。だけどデジタル粘土いくらでもこう入ってる。コラージュのところはちょっと気になったんですけど、ちょっとずれちゃうかもしれないんですけど、うんうん、なんかそのなんかさっきのインスタレーションが素像に近いみたいなものと同じ質問なんですけど、なんかやっぱ門とかもコラージュみたいな感じで、素像に近い感じがしちゃうんですけど、そのどっちでも説明しにくいっていうのはなんかどういう感じなんですか？門の場合は部分が多すぎて、例えばパッと見ても100個以上の部分がありそうです。なのでかなり現実論的に考えることができるんですけど、あれが例えば 2,3 個のものの集積だった場合、あんまり現実論的に語れないんです。という意味です。だから数によるんですよ。なるほど。でその数は僕は音楽を参照してて、音楽でいうとさっき言ったグレゴリウス聖歌でない単線にして、でそれに対して和声法はもうたくさんの音がいっぺんになるけど、その途中にポリフォニーというのがあって、それは2つの旋律が同時になって3つの旋律が同時になって、せいぜい6、7、8くらいまでなんですね。それ以上になってももう人間にはいっぺんにバーッと聞こう、集まっているように聞こえてしまうので、旋律個々のものが別々に動いているようには聞こえなくなるんですね。なので数によるラージの手法で作られたもので、その数によってその音楽、的かっていうのが分かれる、うん、そういうことです。なるほど。そうです。なのでビットマップ絵画の画素数をどんどん少なくしていくと、だんだんコラージュやっていくとアニチュアになっていくわけですね。なんか科学があんま分かってないんですけど、科学の方がコネクショニズム、まあ、そうですね、っていうのは、まあ、ケミストリーそれはですね、結局物質は性質が出てきて、形態は出て、性質を探ることができる。なんか性質って聞いたら確かに彫刻の最近、彫刻っていうか、まあ、立体造形の最近のものだともういろいろ造断的なものでも、ミケランジェロ的でないもたくさんありますよね。服を着せたり服を着せなくても表面にすごく、技法的な彩色を残したりとかいう
それ自体が楽しい。ただ大本はあのミケランジェロ的な美学とあとロダン的な美学と、まあ、それらがあって、まあ、それらでないものとして組み合わせとして新しい動きが出ているというふうに考えることができると。でもなんかこういうことってすごくあのいつもこだわってたというか、でも僕なんかこんな感じで関わってて、で完成されたあの磨き抜かれたようなものと、ガーッとここが出てきた質感が抜き出しのものと重ねて、どっちを目指すかっていうのがすごく問題とか、そもそも大問題だったっ大問題ですね。それはもうその現場に行くときにすごく感じることです、ね、そうですね。単純に言うと作曲家、演奏家とか、あとそれからまあ、即興か、あるいは、楽譜に従った演奏か、演奏の中でも即興かどうか、そういうことと全然関係がある、いろんな場面で問題があって関係してます。ただ作曲の中でもね、最初からイデアが降りてきて、それを楽譜に書き写す。モーツァルトはそのタイプだったらしいです。あの一箇所も楽譜の中で遂行した形跡がないみたいな、最初からパーッと書けたみたいな、それは最初からイデアみたいなのが降りてきて、それを譜面に書き写す作業をしてるだけなので、頭の中にもうすでにできてるものを書き写すのが簡単なわけで、まあ、それが画家の仕事だというようなタイプの画家もいます。画家にしろ何でも、何にしろ芸術はそうだというようなことを言う人もいて、実は石黒さんがそういう、石黒博さんがそういうことを言ってて、彼は昔絵をずっと描いていて、絵の作業というのは最初に抱いたイメージをいかに定着するかみたいなことを言ってるのが、この人ミケランジェロタイプだと思うわけですけど、画家でも全然そうじゃなくて、絵の具と戯れてるうちにできちゃったものだから仕方ないんですけど、できちゃったものを見たいんですみたいなタイプの人ですし、音楽家だって即興演奏の人たちとか彼ですし、さらに作曲のレベルでも、ヘスコスとかっていうような作曲家は、作曲を始めるときに自分はこの作品がどこに向かうのか、どういう作品になるのか全然知らないまま音を書き始める、そうやって書いていったものが自分でどこに行くのか全然わからないまま作曲するのみたいな、それはそれでかっこいい感じですよね。まあそういう、美学もあるというような、作曲というフィールドの中でもイデア論的な作曲の仕方、原始論的な作曲の仕方、まあ、そういうことがあると思います。プロセスを経て完成形を目指していくときには、やっぱりその、なんか純粋なメロディーってすごくそういう純粋なものだと思うんですけど、そうです、そういうものが、いかに潤化して磨き上げられて一つのものになるかっていうのと、その時の、その時にしかありえないような、その気をいかに捉えるかっていうのが、そうですね。やっぱりすごく違う。そう、後者の方に興味があったんですけど、こっちもなんか、いいの聞くとか、いいな、そこを思ったりもするんですよ。そうなんですよね。そうなんですよ。なので、両方でどっちかだけ取り出せないし、両方なんだけど、ただ、どっちかに寄ってるものっていうのは面白くもあるんですよね。そうですよね。両方接中してて結局つまんなくなってる例もたくさんあるんですよね。
それよりはどっちかだけに寄ってて終わったようなものが面白かったですよね。なんかいろんなレベルがさっきの流さんはその雪中の座りの悪さみたいなところをあえて選んだわけですよ。バレ肌ね、うん、そうだと思います。そうなんです。流さんはなかなか謎なところがあったりしながら面白い流れが最近は知ってました。で、知らなかった。京都に長かった。流れ何かを知ってました。流れ何かさんは最近活躍してました。娘さんです。どうしたの京都とか。画家ですね。色彩を、色彩肌みたいな出るかね、まあ、色です流れさん、流れマニカさんもう僕も同じ佐野画廊の専門やってて、まあ、佐野画廊が流れ正幸のこの思い出したそういった流れ、そういった流れで僕もこの本に関わったっていうことになってます、ね、名前は知らずにでもなんかよく目にしてるような気がします。流れ正幸さん、あのその人のアリウを見てるのかもしれませんけど、つるっとしたのがあれ肌とか、あそうですね、モニュメントはね、至る所にあるみたいな、うん、確かにああいうのよくありますよね日本にはすごいたくさんあって、あとニューヨークで有名だったのは雲の砦というとっでかい彫刻がワールドトレードセンターなくなっちゃったんですかね。で、それが911で崩れた時の、消防隊員を写している写真が消防隊員を写している写真がニュースの新聞の一面に載ってて、その背景が雲の砦なんですよ。なのでその時にはあったところが後で見たら結局助けに行くためにこのそれを壊したみたいで、911の崩壊の時には耐えたんだけど、その後人為的に人命救助のために壊されたそういう名言をたどってます。彼らにとって写真のような立場にあるものって恐縮だったようなものですか。そっくりみたいな。いや、なんかその違いとかも、時代背景の違いとかもすごいあれだなと思ってたんですけど、うん、なんとなく、なんて言うんでしょう、この段階を踏んで何かを目指して、何かを絵画が写真を目指してきたように、うん、前進してるような気がしたんで、この先に何があるかなと。それがアンドロイドですか。 3D プリンター、 3D プリンターね、今出てますよね 3D スキャンとかありますね。これがどういうふうになるの。 3D スキャンしてそのまま 3D プリンターで再現すれば、3D を 3D のまま再現なんですけれども、写真の特性は3次元を2次元にしている。なので 3D プリンターの場合は3次元を3次元なので、そこのところがないので今ちょっと難しいなと思いながら話聞いてたんですよ。そうですね、2次元を3次元にしてる例があれば分かる。4次元を3次元にして、4次元を3次元にして、
そうですね。それとも中身を持たせることですか。どっちなんでしょう。中身は、はい、彫刻の、うん、そう、彫刻の中身の話ですね。でね、中身の話がそういえばあった。でね、それはね、ミケランジェロのやり方はビクターのやり方で、それは普通の CG の場合なんだけど、表面しか作らない。ただ中身は実はなくてもあっても見えないから関係ないんです。なので、まあ、ミケランジェロの彫刻は重いだろうけれども、そうではなくて、あの CG の、すごい滑らかな人物とかっていうのはすごく軽いデータ、中は空洞だというふうにゲームのキャラクターなどは作られているわけです。で、そうではなくて、中身が大事なのだ、重さが大事なのだ、まあ、これ了解、マスが大事なのだっていうのは完全に創造の側の発想ですね。従来的に CG のことを無視しても、創造の人たちがマス、了解で、いかにも重そうな、で中身に空洞にして表面だけあるんじゃなくて、中身もちゃんと詰まって無垢なんですっていうのを強調したがるのは粘土の側の作家ですね。粘土の側の作家はいかに本当に表面だけしか見えないとしても、そうじゃなくて中身もあって重いんですよみたいなものが大事だとする人たちではいますので、ね。岡崎健次郎さんが作ってる粘土系の作品、粘土系っていうか、まあ、グデッと置いただけの作品なんかは、岡崎さんは盛んに、これは無垢なんです、なんと強調してる。そうだ、そう。知らんか。中身があるんです。そうなんです。でっきり形かと思う。言葉だったりします。形にある。あれボトッと置いてそのままみたいな。そうなんだ、無視とか言ってます。知らなかった。岡崎で岡崎との時に坂に揃えてる、僕は反応しなかった。無垢っていう言い方の中身があって、要するに空洞の張りぼてじゃないと。解説を見ると形の話しかしてないですね。形の話しかできないんですよ。アナログ時代は中身に入っていけない。なるほど。形自体が中身があることを想像させる形でなければいけないとか、そういうことにしかならない。なるほど。さっき何だっけ、写真に相当する動画なんですか。動画、そうか。でも絵画は元から3次元を2次元にしてる構造だから、次が写真3次元が2次元ですけど、彫刻っていうか立体は元から3次元を3次元にしてるから、その構造は同じでいいってこと。3次元を4次元にする必要はない。4次元も3次元にする必要はない。3次元は3次元。ということは単に立体プリンターと立体スキャラが出てきた、来ましたよっていう。来ましたよ。彫刻って表見たら回り込んで裏見たりこっち見たり、時間の中でいろんな方向から見た姿を捉えなきゃいけないじゃないですか、人間の目から。そうです。なんで、動画ってそうじゃないですか。動画っていうか、動き、物が動くというか、動きと人間の止まったもの、目にとってどうだっけ。周りを回りながら回ったりとか、そういうことによって、要するに3次元をその XYZ の軸のどれかの軸を T 軸に置き換えて、それで把握してるっていうことはありますね。だから目に映るものが結局網膜が平面だとすると、そうすると平面的にしか光線は入ってこないわけだから、
だけど、それを、立体だと認識するために、まあ、両目で見るっていう機能が一つある。もう一つが、まあ、片目の人でも立体感を感じられる、まあ、特にちょっと回り込んでみるとか、ちょっと自分が動くとか対象が動くとかっていう時に立体だと認識できる。それは T 軸が Z 軸の代わりになるから、まあ、T 軸タイムと奥行きというものも変換することによって立体感に合ったんですよね。なのでデジタル粘土の画面では常に回転して見せてる画面が出てるのと、常に、順繰りに立体スキャンしてる画面が出てるようにしてて、そしていわゆるパーソンによる立体感で制御するわけではなくて、その代わりに T 軸を使って立体感を出させる、そういう工夫をしたっていうことがあったんですよ。回ってんの持ってくる。この1個前の Windows だとかろうじて動いてこれでも動かなかった Mac だと早々に動かなかった。1999年くらいにも動かなかった。短いんですよ、90年って。さっきのボタンは結果的に表面だけになっちゃったっていうだけど、やっぱりすごく中っていうのを感じさせる。そうですね、そうですよね。そうそう、それがさっきの書いてあったんですよ。だから中を感じさせるために未完成性も大事であるようなもの。中身が均一なやつだなって、なんかこういう、そうです、マグマの動きみたいな。そうです、が表面にこういう形で現れてて、その中には何かその動きがあるんだと。そうですね、そういう記述が教科書の方にがそういった系統の勢いで書かれている感じがします。内側からも盛り上がりが出てる。後期から出てくる、今日読んでない、後期からマニュエリスマの時から運動が出てきて、ひねるかとかそういうのが出てくるんだけど、最初のダビデ像とかっていうのはあれも古代彫刻に比べると随分運動があるんだけど、さらにその後から見れば運動は少ないです。むしろ静筆な静的スタティックな調和の取れた美みたいなような方向なわけですよね。うねりが静まったようなものを目指して、そうですね、調和美とか調和とか静筆とか、まあ、そういった美学があるわけで、それは左右対称で安定していて、動的に対して静的が素晴らしいという美学なんですよね。で、ルネサンスのもともとこうした美学というのがあったとするならば、それに対してバロックの美学は動的なものだというふうに言われて、バロックが動的な美で、ルネサンスが静的な美で、その間にマニエリスもあるわけなんだけど、マニエリスムから動的なものが始まって、その時代をミケランジェロが生きているので、ミケランジェロは初期の静筆な美学から、後期の、動的な美学に移りゆく時代に生きているので、古代を超え、自然を超え古代を両方したというふうにマザーに書かれたということだったのではないか。ちょっとマニエリズムにかかってるんですか。そうです、うん、だいぶかかってます。マニエリズム初期ですね、入ってる、うん、マニエリズムの中の初期です。ミケランジェロの晩年がまさにマニエリズムの初期。そうですね、そういうことです。若干緑の方に分かりやすいですよね、
あ、マニエリズムだっけ、マニエリズム。なんかありますね、マニエリズム。それがすごくわかりやすい。そうなんだ。みそりさんいっぱい読んでるね。すごく楽しい。何緑ですか？赤くは緑。すごい壮大。聞いてたことある。そうなんだ。そうなんだ。そうなんだ。時々すごい聞くのある。ある。千葉大の先生だっけ？千葉大の。あ。どの書？どの著作も。他にはないですかね。なければ時間ですけど、これがまだ余ってる。インターネット動画が残ってます。見たい。インターネット動画が残ってるじゃん。ちゃんとね、見せたいです。動いてるわ。触ってほしいです。ああ、やりたい。リクエストあれば、パソコン持ってる時間ね。パソコン持ってきます。デジタル粘土って、で作った作品はデジタル粘土上で見るのがベストです。デジタル粘土上でしか見れない。早すぎたので、他のフォーマットにがないです。あ、制作風景ってのは、一個一個って四角に置いてくるんですか？いや、そうじゃないですか。見た。あれじゃない。埼玉近辺。結構長く。埼玉近辺じゃない。まあ、そこでもやる。あそこでやった。文献研究でやってないっけ。去年。話しか聞いてないです。プレゼンの、あのタコは動画で見ました。そうですね。当時から知ってた例えば、あのマヨネーズチューブを持って空間にこうやる感じ。楽しそうだな。それがだから、そうやって実際のマヨネーズだったら落ちてしまう。固定され、落ちない。トポジフリー、重力フリー。なんか北極とかでやったらできないんですかね。北極系なんか重力凍るからみたいな。凍って固定するみたいな。凍って固定する。その瞬間に固定する。できるかもしれない。タオル振りますよ。あ、そうだ。人間も凍ってる。だって涙流すとこう固まっちゃう。そうですよね。それの高校そうでしたよ。あ、そうですよね。どこだろう。ボストンの上の方なんですけど。あ、そう。泣くとダメだ。じゃあ朝とかシャワー浴びて乾かさないと髪ギンギンにこうなる。あ、そうそう。カナダのバンフに、バンフでアーティストインレジェンスをしてたんだけど、そこに、そこの経験として僕じゃないんだけど、まつげが。お湯とかを雑巾につけて振り回すと氷の粒手が飛んでくるんですよ。へぇ、普通折れるんですか、髪の毛。ポキッと飛ぶ絵かな。切れないんですけど。氷が包みの、あの都市伝説でしょ、バナナで釘が打てる。全然じゃないですかね。キンキンに凍ればっていうじゃないですか。というか、なんかこうバナナで組み合わせるってなんかすごい実感が湧くよね。あ、そういう世界か。それ豆腐でも売ってるんじゃないですか。まあでもそうです。あのグニグニグニってやるんだけど、でもそれじゃ意味ないんですか。意味ない。え、それだとやっぱデジタル粘土
はできない、デジタルじゃないですデジタルその内部にアクセスするっていうのはコンピューターの中でしかできない。そうだけど、でも一番の面白いのはデジタルレンズはそのグニュグニュって書くところなんです。でその時、それはね、これでね、意味ある立体作ろうみたいなのじゃなくて、何ぐちゃぐちゃで出るって、それだけで楽しいみたいな状態になってしまうので、あんまり物作るツールとしてはちょっと違うんですけど、ただまあそれが実現できた。あるある。あ、そうですね。だから、あれね、3D プリンターのために発達する技術なんですよ。インクって、ファイバーって言うんだっけ、3D プリンター。だから、ファイバーが、僕はデジタル粘土の中にインクって、立体インクって言うのがあって、それの、可塑性によって、そういうふうになるんです。まあ、そういうようなことを目指したようなところはちょっとあります。だけど、もうちょっとアナーキーなんですよ。で、あんまりね、こういうふうなよりも、実際には左手で、キーボードの向こうに行く、左に行くっていうのを操作しながら、右手でぐじゃぐじゃぐじゃ、要するに右手が XY 軸制御して、左手で Z 軸制御して、で、Z 軸と XY 軸を一緒に動かす。真の3次元と。そういうやり方なんですよ。まあ、それに対して本当にこういうデバイスをつければいいんですけど、そこまではやんない状態で、それも本当はできるんですけどね。そこまでは、事業としては行かずに、事業としては失敗したですけど、アイデアとしてはそこまでいったので、アイデアだけでも残そうとして特許という形で残したということになります。まだ雑談続けてて大丈夫ですけど、これはもう閉じて大丈夫ですか、ね、今回はどういうテーマというか、そのロボットと人間は下っていうと AI 美芸犬の話です。はい、はい、それはこう見てみましょう。これは僕の表彰です。ここから見てみましょう。あれは AI 美芸系の公式サイトの方で見てみましょうか。たまにはじゃないけど、Android 芸術サイトで、これはまず、石黒さんをお呼びしようということから始まって、で、Android は人工知能と直接は関係ないかもしれないですけど、関係あるんですね。で、人工知能の研究者だったんですね、石黒さんがね。で、その人工知能の研究からまさにこの前の第3回 AI 美芸系のテーマそのものなんだけど、人工知能の開発のために体が必要ということで、三宅さんの場合は、ゲームキャラクターの方向性からそっちに行ってるんですけれども、石黒さんの場合はロボットの方向に行ったというタイプなんですね。で、それはですね、僕の書いた紹介文のものなんですけど、これですね、読んでみよう。読む前に。人間国事型アンドロイドの第一人者である石黒博士は、学生時代に絵にのめり込み、次に人工知能研究に進み、体が必要と分かりロボット学者となった。大阪大学基礎工学研究科教授、ATR 石黒博士特別研究室室長、ATR フェロー。
諸々アンドロイドは人間になれるかもか。米印分析、中澤。だそうですけど、要するに学生時代に絵を描いて絵にのめり込んでいた。で、そのうち彼自身は自分には色彩の感覚が結構致命的に欠如してるみたいな自覚を持った時代があったらしいんですね。で、学歴的には高校生の頃から絵をすごく描いてて、大学では、機械、一応コンピューター系の学科に席を置きながら絵ばかり描いていて、で途中から絵を諦めざるを得なくなって、絵を諦めて、自分の研究やってたら人工知能に行き着いて、人工知能の研究が面白くなったっていうのがあったんですよね。で、なぜ人工知能の研究が面白くなったかというと、絵に似てた。で、絵は自分が抱いているイメージをいかにどういう技術を使って画面に定着するか、これが絵だろうだがって言って話進めてるんだけど、それは今言ったミケランジェロタイプの絵の描き方でしかなくて、その逆じゃないんです。だからあ、こっちなんだなって思いながら、まあ、ここは読むわけなんですけど、要するに上から目線でイデア論的に絵を組み立てていくっていうの と、人工知能も全く同じで、人工知能も、これをさせるためにはどういうプログラムが必要か、でどういうプログラムのためにはこのプログラムが必要かという手順がすごく共通している、なので面白くなってきたっていう記述があるんですよ、彼の。で、人工知能の研究が面白くなっちゃって、そっちに没頭しているうちに、人工知能はどうしても体がないと何もできないということが分かって、体が必要というところからロボットに行ったと、そういう経緯を持った人なんですね。で、その後はアンドロイドに行って、で、アンドロイドも単にまず工学的、理由は分からないけど、単に人間告示型アンドロイド、形から入ってみたらどうなるかという実験として作っています。で、その後、今では全然人間に似てない、もっと抽象化されたとか、顔がほとんどのっぺりしてて、目鼻口もないみたいなようなアンドロイドも作ったりしてるんですけど、その両方とも実験的に作って、そうするとどういうことが起こるかみたいなようなことで、今もやっと人になっています。なんか基礎研究応用の両方です。でも本には基礎研究、まあ、基礎研究です。これロボットの写真ですよね。そうです。そうそうそう。で、これは自分に似たアンドロイドを40歳くらいの時に作って、でこれまで僕でもないですけど、その後アンドロイドは年取らないのに自分は年を取ってしまって、ほっとくと老化してしまって、このアンドロイド、自分が一番輝いていた頃のアンドロイドに比べて自分が劣ってしまう、これはいかんということで、これは大変なことなんですよ、アイデンティティが崩壊するんですとか言って、それで今は彼は自分をそのアンドロイドに似せるために整形手術を繰り返している人に見放っています、だから結構神経質ですので、ね、すごい大変だったこの人実は全然大変で、交渉もすごい大変で、ここに録画されてるから喋らない方がいいらしいです意外いや、大変なのは、いい意味で大変なんですよ。天才は大変なものなんです。この写真はロボットですか？そうそうそう、アンドロイド。自分に。なんか全然この人のことを知る前に、1、2年前とかにこの人のネット記事読んだことあって、なんかすごいその画像と、この後にインタビュー記事始まるから、普通に本人だと思ってて、今そこ全然気づかなくて、私人、本人だと思って、みんなこれでロボットとかアンドロイドだなって、ちょっと硬い顔してますよね。そうそうそう、だから、超ポーズなんて
でも動いてるのヒントやっぱりロボットですよね。アンドロイドの方、そんなに人間の人類ではない。すごいな。まあでも君の谷くらいはありますね。そうになっちゃった全く似てないと、不気味に感じる部分がなくて、何かいいか。全く同じまでいけば、もうアンドロイドか人間か分からなければ、本当は全然大丈夫です。だけど、その間に、ほど似てる、すごくよく似てるんだけど、ちょっと、あれっていう時に、不気味っていうふうに、その辺が不気味の谷と呼ばれている気持ちです。なので、不気味の谷はまだあるかもしれない。なんか、合成ロボットみたいなのがパラパラ踊ってるのみたい。二本足で。何ロボットですか？女子高生みたいなロボット。二本足でパラパラみたいなのが踊ってて、すごいなって思って。それ最近の。で、なんかそういう一連の動画の中にこの先生が出てきて、この先生が作ったのですか。でしょ。すごい思想もある。そのなんか今まで人工知能とかでなんかその人の脳みそを再現するみたいな話とかがあったのとかはコネクショニズムって。ディープラーニングはコネクショニズム、その話を今日してなかったですね。だから、もともと人工知能はミケランジェロ型として発想されたものなんですよ。なので、1956年のダートマス会議とかで発想されたのはミケランジェロ型の、トップダウン型の人工知能なんだけど、それが行き詰まって、でそれに対して行き詰まりを解消するものとしてコネクショニズムの方向性が出てきて、ただしコネクショニズムの考え方も80年代からあるんだけど、まあここからはそれがここ、そうです。ちょっと遅くないですか？はい。あ、みんなそうなんです。お大事にどうぞ。はい。歩きしない前に。また西日は文化じゃなくて、機能会社の日ですけど、多分向こうの部屋にあります。11月23日です。はい。じゃあ、お大事にどうぞ。はい。コネクショニズムはディープラーニングの方で、で、ディープラーニングの最近の、進展によって今の人工知能が出てくる。今、5番側でブームができているということです。だけど、石黒先生は多分、人工知能をミケランジェロ型で発想している人で、面白いですね。面白い。面白いですね。なんか石黒博さんのことをちょっと面白いなって思ってた時があって、なんか今は多分わかんないですけど、なんかその顔となんか声だけ組み合わせるみたいな感じのことをしてたと思うんですけど、なんか機械は喋る真似の動きはしてて、声はなんか全然遠くから。テレノイズ。なんかでもこういうこの人のやつでなんかやってた気がするんですけど、声は実際の人が別のとこで喋って、なんかそれ口真似、動きはだけ、なんかそこが離れてるみたいな。人形みたいのがなんかああいう歌いだる、ハグビー、それはハグビーで、そちらさっきのは携帯電話を作っただけのものでだったりとかある。なんかそれがなんかそのシンボリズムなんだなって思ったんですけど、なんかその雑さみたいのがある感じがする。なんか結構バンって組み合わせちゃってるみたいな。それもあるかもしれない。それがなんか面白いなと思うんですけど、なんかあんまミケランジェロほどそれ完璧みたいな感じじゃないですよね。そうじゃないですね。だからイデアが細部の突
心地に宿る方法ではなくて、イデアをイデアだけとしてあの取り出している感じはちょっとある。確かに。だからそういう発想、いろんな発想で全部やってて、だから人間告示型ロボットでも第一人者だけど、そうじゃなくて次は全然抽象化されて、人間の形をしてなくて、まあ最低限この辺が目でこの辺があの鼻かなみたいな程度しかあの形がないものの方が、むしろ人間が使う人があのイメージを補って、あの万人に共通のものになる、そういうような実験もしてる人です。いろんな実験してる人なので、発想はあるじゃないかと思いますね。あとはあの布施秀さん、美術評論家でもあって、あの解剖学もやってた人で、死体を探せということで来る方ですけど、まあ、その関係であの次の方法でやるので、僕としてはこのアンドロイドがやっぱり出てきてたりするので、あの今ここでミケランジェロの歴史と、ミケランジェロが人を作るとして彫刻を作ってた歴史と、アンドロイドもアンドロイドは人間になれるかと思うんですけれども、まあ、そういうこの歴史を、まあ、いや歴史じゃなくてそういう方向性を、まあ、つなげる側にいるかなと。まあ、つなげる立場で僕は小講演を行えばいいのかなというふうに思っています。面白いはずです。でもその人間を作ろうとしているっていう意味ではだいぶ時間が離れてますけど、同じ衝動ですよね。そうですね、同じ衝動です、うんうん、作ろうとするんです。ということで、じゃあそろそろこれはもう片付けながら。